遡ることおよそ4ヶ月の2010年10月、九州は関屋サーキットでフェデラルタイヤの一大イベントが行われた。天気はあいにくの雨となったが、ストリートリーガー、インターシリーズで活躍する選手たちも参戦し、にぎにぎしく取り行われた。そんなピットでフェデラルタイヤユーザーでないにもかかわらず、なぜかこの男の姿が。どうやら九州の顔役として特別に招待されたらしい。いや残念ながら雨が降りとるね、もしかして。というわけで今日はフェデラルカーニバルお祭りですよ。間違いな私ゲストとして来てしまいました。 D 社のタイヤを履いとるですよ。でもねこのお祭り大好きなので、これからちょっと走りつつも、イベントレポートしたいと思うですよ。というわけでノンケンとともにフェデラルカーニバルをブラッディ。いやこの雨の中70台以上おるんですからね、やっぱ盛り上がっとるんですよ参加者。でもね気になるのがこれ、ほら頭になんか何草履なんか乗っとるとですけど、これ非常に気になる。これは誰なんでしょうか。のぼりに書かれたマスコットは一体誰なのか。ピットを歩いているとあっという間にその疑問の答えに遭遇。ほらここにも似顔絵が書いてあるですよ。この人物こそ今回のイベントの発起人、こまっちゃんだ。というわけで発起人の人に来てもらったですよ。発起人です、はい、発起人じゃないですよ。あ、じゃあ、ちなみにこれはどのような大会ですか。普段ではやってない年齢別に、女の子の場合は年齢詐称するといろいろ問題があるので、レディースグラスと、はい、あとはその他に血液型、車のチューニングによって差が出るとまずいんで、ノーマルタービンだよとか、タービン変えてる車だよとか、いろんな人が優勝できたら楽しいんじゃないかと。やっぱり誰でも褒められると嬉しいかなと。まあ我々も大変この年になってくると褒められることも自分が褒められて伸びるタイプだもん。あ、なるほど。実はもう一人冷やかしが来とるですよ。英語で言うとね、ゲスト来とるですよ。ほらこんにちは、カーニバル T 社のタイヤを履く末永正夫でございます。とりあえずお祭りということで、私もフェデラルではないのですが、T 社のタイヤで参加させていただくことになりました。まあでもねこの2人だけ商店街で何ももらえんとですよ。でも車も全然違うし、これ正夫車全然違うじゃない。本当はFD で来たかったんですけど、アマさんすいませんでした。アマさんシルビアの方がいいって言っとったですよ、こっそり。言ってないです、言ってないです。朝から降ったりやんだりだった雨が、本番走行前に前が見えないほどの暴風へ。せっかくの褒められるためのイベントなので、一時中断して少し収まるのを待ってから再開。さあ、というわけで審査席にやってきたですよ。やっぱり喋っとるのはこの男は。ずっと喋っとるでしょ、息継ぎしとるんですかね、これ。しかもね、今回ちょっと違うのは審査員、ドリフトを全く知らない人たちが来とるんですよ。ちゃんと分かっとるんですかね。もう自分の好みにより、審査するらしかですよ。まあこれはこれで楽しいイベントになりそうな気がするんですよ。雨足は弱まったが、ヘビーウェットの路面に参加者は悪戦苦闘。右へ左へロケットダイブ。そんな中、最初の優勝を決めたのが20歳以下クラスの平島正人。21歳から23歳クラスでは日高光也が川のような路面を制した。社長80点、さゆみちゃん95点、私97点でございます。審査員の好みも分からず取り人したのは初めてですよ、本当に。うるさいよ本当に。再び雨が強くなり、まるで大海原を漂う船のようにしぶきを上げながら進んでくるマシンたち。なんかディズニーランドにもこの水をあげる乗り物があったような気がするんですよ。もうこれ高速道路でこんな水溜まったら大事故ですよ、本当に。ハイドロ当たり前の濃紺路面の中、24歳から26歳では本田優作が優勝を決めた。そしてさらに暴力的に降り続く雨に予想外のクラッシュも多発。そんな中この男が登場。うわーし、やっとるねー。やっぱ東洋タイヤの名にかけて、ここはきっちりとこのウェットコンディションを制します。さすが九州を代表する D1 ドライバー、有言実行で27歳から32歳クラスの優勝を決めた。同じクラスだったリーガルドライバーの田中誠美はプリッとスピンであえなく敗退。最もエントリーの多かった33歳以上のクラスでは
リーガル西日本シリーズで優勝経験のある長戸氏がトップをもぎ取った。もう一人の九州を代表する D1 ドライバーはエンジントラブルを抱え、思い通りの走りができず低迷。ちょっとちっちゃいかな、ちょっとちっちゃいかな。社長、社長、97点ってなんすかそれ。おかしいでしょそれ。野郎どもに引けを取らない女の子クラスは D1 レディースリーグでも活躍する三本道江が制した。次第に雨は収まったが、依然スリッピーな路面に一応謝る者多数。イベントは次のマシン性能別クラスへ。2ドア、4ドア、それぞれノーマルタービン、タービン交換と計4クラスに分かれ、優勝者が決まった。そんな中、4ドア、ノーマルクラスであわやの事故発生。逆振りからそのまま土手ドン。このクラッシュにより2人しかいない4ドア、ノーマルクラスは大田のりひろが制した。雨といえばフェデラルタイヤでしょう。バッチリです。フォードはタービン交換クラスは関東から遠征してきてやる気満々の木口がフェデラル契約ドライバーの意地を見せた。夕方には晴れ間も覗き、路面も徐々にドライに。ここで3台1組によるワクワクの団体戦を開催。圧巻の走りで優勝を決めたのはフェデラルレーシングの3名。お互いの走りを熟知したあうんの呼吸で実力を見せつけた。ノムケン率いる野村正和は毎回順番を変える、最後まで噛み合わない走りであえなく撃沈。しかし久々の団体走行をエンジョイできた様子。久々に団体走行をしちゃったんですけど、あれ結構面白かったですよ。我々のチームの場合即席で組んで一人溢れてるような暇なやつを入れたのでちょっと失敗した感もあるのですが、やっぱこういうのはね、なんかイカ天時代を思い出すね。この後はさらに血液型別に4クラスが走行したが、最後の方は日もどっぷり暮れ、真っ暗な中全てのスケジュールが無事終了した。さあ、というわけで何の緊張感もないこの大会、そしていろんなカテゴリーがあって70人ぐらいいるにもかかわらず20人ぐらい優勝者が出るとですよ、これはね、もう全国でやってほしかったですね、とりあえず。というわけで、もし、この大会が開催された暁には皆さんぜひ参加して楽しむのも良かったのではないでしょうか。